皆さんこんにちは。キリッと涼しげな目元が印象的で、ものすごく美人なのにコミカルな役もこなし、ロックな個性がにじみ出ていた女優の宝生舞さん。ドラマ銀狼怪奇ファイルや庶務人などで1990年代にかなりの人気を誇った女優の一人ですよね。かつては様々なドラマや映画に出演する売れっ子女優でしたが、2010年に引退宣言をして一般人となりました。その引退理由については様々な憶測が飛び交い、現在でも様々なメディアでたびたび話題になるなど、今もなお根強いファンが復帰を心待ちにしています。今回は宝生舞さんの引退の真相や、元スマップの稲垣さんとの破局、行方不明になった噂について紹介します。まずは簡単に宝生舞さんの経歴からご紹介します。1977年大阪生まれの宝生舞さんは、1993年には高校生の時に集英社のコミック誌週刊ヤングジャンプの第3回全国女子高生制服コレクションに出場してグランプリとなり、テレビ朝日系のツインズ教師でデビューします。その後日本テレビ系の銀狼怪奇ファイルや続星の金貨などに立て続けに出演し、順調にキャリアを伸ばしていきます。ちなみにデビューのきっかけとなった全国女子高生制服コレクションのグランプリには、橋本愛さん、麻生久美子さん、紗栄子さんなどといった面々がいます。今でも活躍している人ばかりですよね。レベルの高いコレクションだったことがわかります。そんな順風満帆の女優活動の最中に、映画モスラを降板するという事件が起きました。宝生さんが2010年5月31日に突然、私宝生舞は平成22年5月31日をもちまして芸能活動を引退いたしました。これまで私が活動してこられましたのは、サポートしてくださった関係者のお力、応援してくださった方々、そして家族の支えがあったからです。無知で世間知らずだった私に宝生舞という役割を与えられたこと、またお芝居の世界では様々な役として生かされてきたことに深く感謝しております。これからの人生、宝生舞としてではなく、また役としてでもなく、自分自身をしっかりと確立させるためこの度の決断に至りました、と自身のブログで引退を発表し、世間を驚かせました。ただその理由ですが、ブログでは役としてでなく自分自身をしっかりと確立させるためと説明されているものの、よくわかりません。一体どういうことなのでしょうか。実は宝生さんは1996年6月に元スマップの稲垣吾郎さんとの3泊5日のバリ旅行が写真週刊誌フライデーにスクープされ、交際が発覚しているのです。バリのプライベートビーチで仲良く写真を撮り合う様子や、成田空港でのカップル前としたツーショットが掲載されました。その後いつ頃かは定かではありませんが破局し、この破局を契機に宝生さんは激痩せと激太り、休養と復帰を繰り返して、摂食障害やうつ病が噂されるようになっているのです。実際宝生さんはこのスクープ記事が掲載されたフライデー発売前日の6月13日に出演予定だった映画モスラの降板を突然発表されており、降板理由は多忙による体調不良の肝機能障害となっているのですが、稲垣さんとの熱愛報道と無関係ではないでしょう。相手が大手事務所のジャニーズ事務所なので、もしかしたら何かしらの圧がかかった可能性も考えられますね。また宝生さんは2002年のインタビューで、知り合いに勧められ上京したため自分の意思で東京に出てきたわけではないというのを言い訳に、しっかりと責任を持って仕事に取り組んでこなかったので、ちゃんと仕事をやっていこうと思い始めたのは最近で、ある意味で今の方が新人です、と明かしています。ちなみにこのインタビューに答える宝生さんの目はうつろで、頑張ろうと思いつつもまだ気持ちがついていっていないというような印象を与えています。雑誌のインタビューなどでも芸能活動に対する葛藤を語っておられることが多かったようで、以上を総合的に考えると、もともと芸能活動にストレスを抱え精神的に不安定だったところに、稲垣さんとの交際からスクープ
破局が重なって精神状態がさらに悪化しているからとは思われます。その後、体調に合わせながらだましだまし芸能活動を続けていた時に現在のご主人と出会って結婚されたことで、渡りに船と他者を演じ続けなければならない芸能人ではなく、ありのままの自分として生きていける一般人として引退となったのかもしれませんね。そんな宝生さんですが、2009年に NHK で放送された歴史秘話ヒストリアを再編集したドラマが2013年に放送されたことで SNS で大きな話題になります。そして2015年には一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構のウェブサイトで放送番組を二次利用するため連絡がつかない出演者の情報提供を呼びかけている不明権利者一覧の中に宝生さんの名前が掲載され、宝生さんが行方不明だと再び大きな話題になります。ただその後すぐに関係者が連絡されたそうで、宝生さんの名前は削除されたようです。消息不明と騒がれた宝生舞さんでしたが、2017年7月にはテレビドラマ僕らの有機未満都市2017の撮影現場に差し入れを持って訪れられたことが同ドラマの公式ツイッターでツイートされます。今日撮影現場に有利役の宝生舞さんが来てくださいました。光一さん、剛さん、相葉さん、松本さんと話している姿はまさに20年前そのもの。この光景には20年前のスタッフも今回のスタッフも大興奮でしたとツイートされ、宝生さんがお元気にされていることが判明しています。当初話題になった時はかなりファンの方が心配している声で溢れていましたが、生存確認ができて安心した人も多かったのではないでしょうか。僕らの有機未満都市2017では20年前に連続テレビドラマとして放送されていた続編で、宝生さんは KinKiKids の堂本光一さんと堂本剛さん、嵐結成前の相葉雅紀さん、松本潤さんたちと共演されていました。大人になって集まった姿は同窓会のようなエモーショナルな雰囲気もありましたよね。いかがでしたでしょうか。残念ながら今回のツイッターでは宝生さんの姿は見られなかったのですが、陣中見舞いされたということはまだ芸能界とはつながっていたい気持ちの表れるとも考えられなくはありません。近い将来の宝生さんの芸能界復帰の可能性十分にありそうです。今回は宝生舞さんの引退の真相や長きとの破局、行方不明になった噂について紹介しました。旦那さんもできて落ち着いているので、復帰に関しては首を長くして待ちましょう。今後の何か展望があればしっかり見ていきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見やコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。